大型で非常に強い台風16号は、八丈島の南東を時速35キロの速さで北東へ進んでいて、現在伊豆諸島に最も接近しています。こちらは午前9時ごろの八丈島の映像です。防波堤を乗り越える非常に高い波の様子が確認できます。八丈町ではこれまでに最大瞬間風速 32.9 メートルを記録しています。台風16号は現在、伊豆諸島に最も接近していて、伊豆諸島や関東では非常に激しい雨となり、予想される雨の量は明日昼までに多いところで関東と伊豆諸島で120ミリなどとなっています。また、伊豆諸島や東日本の太平洋沿岸では暴風となるところがある見込みで、最大瞬間風速は伊豆諸島で50メートルなどと予想されています。気象庁は外出を控えて屋内では窓から離れるなど警戒するよう呼びかけています。